しゃー、ただいまでございます。今家に着いたんで、わーあーやばい、閉めましょう閉めましょう、まず窓をね。やっぱ、皆さん雨の日ちゃんと窓閉めましょうね。よいしょ、ゴミ捨てて、よいしょ。どうしよっかな、どうしよっかな、はあ、まあバスタオルでいいかな一旦。やばいね、やばいね、みんな窓閉めよう。あ、違う、ちょっと待って、和室、しけちゃう、和室、っていうか寝室もだ。ここ窓開けっぱだ。ここも窓開けっぱじゃん。和室、びっちゃびちゃ。でも幸いなんとかなりそう。いや、そんなことないね。ビチャビチャだね。でもこれあれだな、乾燥したらいけるな。濡れて困るもんは幸い置いて、まあオーズのやつちょっと濡れても、あ、でもね、この辺はまあでも問題ないんじゃないね。自然乾燥でゴーゴーゴーでございましょう。よいしょ、嫌だ、もう床ない、これもびっちゃびちゃだね。誰ですか、お漏らししたのは。本当にもうダメですよ、お漏らしなんてしたら。私もびっちゃびちゃなんだけどさ、これバスタオル1枚じゃ足りないよ。どうしよう、動画撮ってる場合じゃねえんだよな、本来な。知ってんだけど、なんかビントの日常としてお送りできるよねっていう感覚でございます。このバスタオルは私が風呂上がったら使うやつ。ここはちょっとだけ濡れてるけど、まあいいとしましょう。これは大丈夫、もう腐らなきゃ OK です。やっべえ、ここ何これ。バスタオルだけじゃなくて、ハンドタオルはいくつか持って行って、遊戯王カードここに置いちゃってたんだけど、遊戯王カードは無事、ここまでは雨来てなかったね。よかったよかった。カードは濡れちゃうとね、もう価値的なものがね、全部ね落ちてしまいますからね。なまりましたね、落ちてしまいますからね。よいしょ、もうカメラの価格とかやばいね今ね、これもうハンディ撮影ですよ、本当に。わ、あ、でも、あ、このコンセントのところまではちょっとしか行ってないのか。よかった。よいしょ、まあついでにこの裏のとこも拭いといてあげましょう。よいしょ、はい。そして、なんでシェフィーのうんち、あ、わかった、シェフィー脱走した時ここいたのか。ああ、なるほどな、この裏にいたのか。どう考えてもサバンナモンスターのうんちがございましたよ。よいしょ、ね、声だけ聞いても意味わかんないでしょ。何が起きたかというとですね、今机のね下にいるんだけどね、まず頭上げたらね、机と頭がごっちんこしましたよ。よいしょ、あ、出てこれた。おお、よいしょ、この辺も若干濡れておりますね。あ、最悪だ、あ、最悪だ、最悪、誰が悪いって、誰が悪いってね、本当誰が悪いんだろうね。私です、我が輩が悪いございました。本当にこれびちゃびちゃだね。でも機械ここだけで済んでんだね。ベッドの周りどうなんだろう、ちょっと見てみるか。はあ、あち、汗まみれちゃうよ、おいちゃん、汗まみれだよ。もうこれはこの後もそのままお風呂だね。いつもの、はい、私のお守りね、パワーストーンたちをね、
戻しまして、よし、うん、あ、オッケーオッケー、うん、拭けた拭けた、あ、不快な場所はないな、ないな、よいしょ、椅子を落とすよ、これ来客のね、バッグ時にね、座ってもらうようなね、椅子2脚でございます。あ、まあ、あとはまあ、なんか荷物置いたりね。さあ、ベッドの周りは、ベッドの周りは、お、え、すごい、ここってあんな、あれなんだね、あんまり雨入んないんだね、濡れてない、全然、ここは濡れてんだけど、この中まで入ってきてない。え、優秀優秀、ほら電気もここにね、 LED のライトが仕込んでるんだけど、ここの LED はね、あのベッドの周りはピンクなんだけど、あの常にね、でもここの電気も全然稼働するから問題がないということでございますよね。あらあら、優秀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 、和室も全然問題なかったしな。えいよ、あなたたちは元気ですか。ただいま、ごめんね、ちょっと君たちの確認が遅くなったわ。ああ、元気。サニーくんと、シェフィー上から見ると手がなかったね、あんたね、やっぱね。ピント合わないでござる。ピントが合わない。はい、シェフィー。サニー、サニーはちょっと怒りんぼぼぼだね。サニー、違う。ロペとルフ、ロペルフは全然問題なしですね。ああ、置いといた、あのなんだっけ、置いといた、なんだっけ、あの水あぶか、水あぶも食べてるね、問題なし。ほら、ちょっと君たちそんな喧嘩しないの、何も悪いことしないでしょ。はい、サナちゃん、サナちゃん元気に普通にあの中にいますね。よし、他の3匹、違う、4匹は、あ、問題なさそう、問題なさそう、あ、だとちょっと水が切れてるね、入れといたら出ましょう。あの、そう、自然とね、水がなくなるんですよ。理由としてはですね、あの、まあ、当たり前っちゃ当たり前なので、苔があるんでね、苔が水を吸ってってるんですね。それでね、水が、で、また、また、夫妻が違う夫妻でいるよ。君は、君のその体格からいくと、君、モノちゃんだね。そして、あれ、なんだ、君はカルちゃんじゃないか。女の子同士、男の子同士でいたのか。あら、珍しいね。どうしたの？なんか同じ性別だから、こう、和気あいあいとお話でもしてたのかい？仲良しでございましてね。よし、水入れて、よいしょ、ちょっと水入れたから、ちょっとね、砂をね、いい感じに戻しますよ。お、減ってるね。あんたら餌、なんやかんや食ってんだね、ちゃんと大きい餌。よいしょ。あ、ね、ロウくん、ロウくんね、そこね、いられるとね、そこね、流木置くからね、ちょっともうちょっと後ろ行ってくれる？ごめんね。ごめんね。私が流木避けたんだけどさ。竹をここに置いて終わり。ここ涼しくて気持ちいいな。よし、君たちは？あ、ね、メロン食べ終わった。メロンじゃない、スイカ食べ終わってる。あ、でもご飯洗わないとだな。後で餌場を抜いて洗ってあげてですね。あ、ここも食べ終わってるね。抜いて、あの、入れ直さないとね。あ、やべ、こっち水ない。入れてあげないとね、うららちゃん。ごめんね、うらら。うららちゃん。うららちゃん。出ておいで。出てこないね。はーるくん。はるくん。はーるくん。はるくん。はるくん。ハルくん、ハルくんも何も反応ないね。ギャロ、ハロくん、ハロー、ギャロハロちゃん、ギャロハロちゃんちゃんちゃん、ギャロハロちゃんちゃんちゃん、無反応でございます。そんなもんやな。よいしょ。いや、遠くから見てもでかいな、シェフィー。
ガンさん、ああ本当犬みたくなるんだ、おそらくね、今後ね。でかくてビビるんだけど、でかいトカゲになったね、あんた本当に。1ヶ月半ぐらいで、うん、よし、雨の掃除がだいたい終わり、この後私はお風呂に入ります。もうびっちゃびちゃで大変、洗濯物も回してお風呂入って汗流してゆっくり過ごそうかなと思います。はい、というね、唐突に始まったリント日記でございました。こらシェフィー、そうやってすぐに追いかけないの、追いかけないの。特に噛みつくわけじゃなくてマウント取りたいだけですね、あなたたちね。マウントも取らないのね、ツイッターの人間どもじゃないんだから、マウントの取り合いなんてしちゃダメよ。仲良くしなさい、あんたたち。ツイッター関係ねえな。はい、っていうことでね、本日のリンド日記は以上となります。よかったらね、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローとかよろしくお願いいたします。そしてね、また次の動画も見ていただけますと幸いです。まあ今日は何の動画やねんっていう話ではございますが、まあそのあたりはお気になさらずということでよろしくお願いいたします。本当雨でね、大変だったのよ、ここが、っていうお話。はい、ということでね、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。